さて続きやっていきましょう。なんか変わったステージに出ましたが、あ、普通に入れるのこっち。アステカストーンでーす。まあこういうのはどんどん集めていきたいですよね、やっぱり。高速道路みたいなとこだな。おお、お前は厄介なやつだな。いいね。ほっ、うん、順調。やべ、あんまり下手打ちたくないんだけどな。おっとっと、スキルが十分溜まっていないのに使っちゃうっていうのはある。 OK。 ああ連戦だ。なんか厄介なのがいる。危ねえ、あいつ爆発範囲がでかいからさ、何回も言うけど。ほっ、こいつ攻撃すげえホーミングしてくるな。 OK。そして直線並べ。チャージ攻撃はどんどん使っていくべきですね、これ見る限り。えい、うん、おっと、オッケーいけ。なかなか HP 減ってくるな、この段階になると。よいしょ。さあ、あんたは誰だ。あ、バグストラさんだ。おじい様の遺言だ。知っているか、日本人はクリスマスにケーキを食べる。うん、謎めいた不思議な習慣だが、なぜ日本人は和菓子を食べない。偉大な和菓子でクリスマスを祝うべきだ。おすすめはみたらし団子だ。それお前食いたいだけでは。お前じゃないか、お前のおじいさんだ。ほっ、案外ゴリ押せるぞこいつ。ゴリ押せると分かった時のゴリ押し野郎は強いぞ。ほい、あーお前はちょっと苦手なんだ。吹っ飛べ。そしてピヨらせてのゴリ押し。あ、お前か。あぶねえ、打ち漏らすとめんどくせえからな。で、あー、なんかたくさん出てきたな。なんかたくさん出てきたな。うわー、攻撃範囲がでけえんだ。ほい、一応攻撃するまで動きたくないっていう、ね、この気持ち分かってくれる人がいるだろうか。ドーン、いいね、気持ちがいい。出し惜しみしないでどんどん使っていくべきですね。やっぱズームになるからか、無駄に画質いいよね、このトイレの時。おお、一本道。あ、またなんだか。人の成功談はクソにもならない、人の失敗談は金塊より価値がある。それはなんとなくわかる気がする。案外ね、先輩が失敗したことを教えてくれたことで二の鉄を踏まずに済むみたいなのがねあるよね。まあ失敗談を素直に教えてくれる先輩がいればだけど。いいなぁ、やっぱ適材適所の攻撃でやると気持ちがいいというか。はい、いった、チャージ減ったじゃねえかこの野郎。オッケー、
そしておっとっと、うわーなんかいろいろ出てきた。案外ゴリ押せるなこいつも。適度に回避を入れないとダメだなっていうのは分かるんだけどね。いいな、割とヘビーアタックだけで攻撃するっていうのはありだな。ほい、あんたは死んで、そしてああ一応電池切れでもあれだ、倒せるんだね、ザコは。イエーイ、アステカストーン。そしてお、バグストラさん、おじい様の遺言だ。今日やり残したことは明日に回せ、明日やり残したことは明後日に回せ、ただし明後日徹夜しろ。個人的には早くやるに越したことはないんだよな。まあそれも限度があるけどね。おう、まあラッシュでゴリ押ししてもいいけどって感じだな。おう、おい、割と一直線に倒せるからあれでもいいんだな。そして案外チャージ攻撃も範囲が広いからいいな。おう、ラーメン屋バグロ、そういう敵か、あの飛んでるやつは。まあ倒せる、ライフを手に入れたぞ。おう、おう、縦横無尽だな。おお、連戦だ連戦、これは大変だ。おっとっとっと、ほっ、いって。なんかそのコントローラーの握り方がちょっとずっと握ってると変になってくるから、あれだね、意図せずスキルが出るね。OK、 さてじゃあ回復しますか、ラーメン屋。さあ2杯目は何かな。いらっしゃいませ、お一人様入ります、最高の一杯をください。この辺のセリフ変わんないのかな。いただきます。親父ごちそうさま。親父ごちそうさまって言ったぞこいつ。博多豚骨、一日の締めといえばこれ、豚骨ベースな西の王様。いいですよね、定番っていうか、もう今となっちゃ全国的にあれだよね、豚骨ラーメン人気ですよね。さあなんかどんどん後ろで出てる声がするけれども、どうなんだろう実際は。ちゃんと画面外に敵がいると、ああいう風にあの画面の端っこの方が赤く光るから分かりやすいですよね。あ、どんどん来てるわ。うん、おう、あんまり近づかれたくないけで、どんどん下の方に出てるんだな。うわー、めんどくせえのが。おっ、まあ割かし直感的に操作できるから、そこは強いところだなと思ってます個人的に。なんかいろいろ混ざってね、ほい、
やー、攻撃できないまま倒せるわ、この状態だと。おっと、ゴールドバグ、強そうなのが出たな。そんなあなたにチャージ攻撃を行う。おお、こいつ強いちゃんと隙を見て攻撃しないとダメなのかな、やっぱ。ほい、なんて言いながらゴリ押し複数体出てきたらヤバそうですね、あいつ。おお、なんかエルシャダイで見たような光景だ。トイレこの状況でトイレ。よし、行くぞ。光り輝くトイレに入ったから私は多分負けないと思う。どうやらボス戦かな。エレクトロトリプルスター、客人待っていたぞ。私の名前はエレクトロトリプルスター。あの神ゲームと呼ばれた大ヒットゲーム、エレクトリックサンダータイガーの主人公だ。うん。知ってるぜトリプルスター。ゲーセンでよく遊んだな。重機モンスターのデザインが最高で、あんたのビッグキャノンはもっと最高だった。そうかそうか。ビデオゲームのスーパースター、俺のヒーローだぜ。客人、なぜ我々は戦う？血だ。逆人は血に飢えて戦う。それだけのため。無性に血は、ね、血が騒ぐ。お前もそうだろ？私の血は電気だ。逆人の登場で私の電気が騒ぐ。悪い兆候だ。血と電気か。逆人に家族はいるのか？ああ。大切か？それ以外の答えが存在するのか？あんたは。トラビスの家族って、2をやってないからわかんないけど、あれかな、ジェーンかな、猫の。愛すべき家族を守れなかった。私と戦えば客人の家族を悲しませる結果となる。心配するな、あんたを家族の元へ案内してやるさ。あれだね、トラビス、ゲーマーとしてこの人のことは好きだけど、それ以上に戦いたいと思ってるんだね。アクションゲームのサガなのか、我々は戦う舞台しか用意されていない。一緒にバーベキューでもやるか？俺は遠慮するが。同感だ。さあ、剣を抜け。ああ、あんたも放電しろ。これは、うまいのか、下手なのかよくわからないな。このテキストが消えたら殺し合いだ。一発で殺し合いって読めちゃうか、僕も僕だなと思った。ボス戦っぽいですね。エレクトロトリプルスター。スキル効くかな？うわ！いきなり！これは回避をよく使う。うわ！結構ダメージでけえ。一応、あ、効くね。どんどん使っていこう、こういう。こっち側に。うわ！回避使っていこう。いけ。ヘビーアタックがやっぱりいった。結構殴りもバカにならねえか。ガンガン使っていきましょう。ほっ、お、食らわねえ。うわって、スローにしたからって攻撃が止まるわけじゃねえんだから。結構有利だな、ヘビーチップ。なかなか使える。太いね。飛べ。おっと、危ねえ。ちゃんと隙見て攻撃していかないとダメだな。どこが隙かわかんねえけど。おっと、ザコショウか。うわ、ザコ召喚はあれかな、チャージ攻撃使えってことかな。ほい、よいしょ。いいね、ひるむひるむ。
やっぱ一回ヘビーアタック2回決めたら逃げるみたいな感じの方がいいな。客人、名前に偽りなしか。客人、いい腕だ。殺し屋を廃業してビデオゲームの世界で生きろ。ビデオゲームは遊ぶものだ、生きるものじゃない。次回作に登場してほしい。後でショートメール送る。気が向いたらいつでも連絡をくれ。そんなことより早くフェーズチェンジしろよ。まさかここで終わりじゃねえだろう。おっと、第二形態。期待に応えよう。フェーズ2に突入だ。マジかよ、こいつはぶっ飛んでるぜ。最高じゃねえか、トリプルスター。冗談のつもりだったのか。全身全霊で電気を呼ぶ。エレクトロニックシューティングスター。かっけえなあ。BGM もなんかノリノリだし。フェーズ2は普通のアタックは通用しないわ。まずは邪魔なライトを破壊することね。了解。これか。あぶね。あー、これこっちの方がいいか。あー、邪魔だな。これを避けつつだからやっぱこっちの方がいいか。やべえ、ちょっと油断しそうだな僕、こういうの。あー、見てなかった今。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。危ねえ。とりあえずあれを食らわないことが先決だ。多分この後も戦うだろうし。なんか雑魚が出る感覚が増えてるような。この辺で一回撃たせて、 OK。 案外なんとでもなるな。避けたら終点の。いいな、パターンが組めたけど、そろそろこのパターンは終わるんだよな。グブ、間合いが深い深い。いい手応えだぜ。まだまだ終わらんぞトラビス。まさか今宵のトリプルスターは強いぞ。そりゃ最高だぜ。客人、私を退けてこの世界を手中に。終わった。いきなりかよ。よいしょ、いって殴られた普通に。でもそっか、うお、あんな広範囲攻撃食らってらんねえな。で、お、危ねえ。案外大丈夫そうだけど。はい、どうかね実際。よし、外した。充電しとこうか。いけ、チャージが減っちまった。いって、やべ、案外 HP がまずい気がするんだ俺。これは離れよう。ほんで、はい、ああいう攻撃はどんどん使っていった方がいいな。ほっ、いって、こいつひるまねえ。よっしゃ、フィニッシュ。上、懐かしい、フィニッシュがプロレス技か。お、クリアタイム。まさか4分21秒じゃないよね。あ、そうか、ボスだけのクリアタイムか。で、ダメージが189食らっちゃったからなのかな、あれは。で、チャージっていうか、テンション最大、レベル3の時の時間が5秒しか持たなかったですね、ってやつね。
うん、まあ十分じゃない。すげえ声上げんな。伝説とは痛いものか。逆人、これが真の痛み。痛みを学んだ。負ける者だけが知る痛みだ。合格かいな、客人。この世界は救われるのか破壊されるのか、客人の好きにしてくれ。言われなくとも好きにさせてもらう。礼を言う、ここは居心地が悪かった。客人の登場を待っていたのかもしれない。違う場所で会いたかった。さらば俺のヒーロー。ああ、ホワイトシープマン。さようならトリプルスター。この世界はあなたを祝福します。少しばかりの平和と秩序がもたらされた破壊者のデリートは次のデスドライバーが継ぎます。破壊者呼ばわりか。慣れてちゃいるがヒールは嫌だね。ゲームクリアです。ゼルダだね。新たなスキルチップ、ウィングチップを入手しました。はいはい。スキルは使ってて楽しんでどんどん使っていきたいですね、これはね。ああ、これは、二人とも現実に戻ってきたってことでいいのかな？回想シーンか。俺のヒーローだったトリプルスターと戦った。夢なのか、マジだったのか。俺は殺し屋と戦うときは無になる。それは死を覚悟した者同士のいわば礼儀だ。いつものように3回深呼吸をして一瞬目を閉じる。感情を抜くための作法をするがダメだった。トリプルスターが目の前にいる。俺のスーパースターだ。子供の記憶が蘇る。だからずっと感情がぐちゃぐちゃのまま戦った。俺は俺の英雄を殺した。ノーモアヒーローズ。いつか必ず。エレクトリックサンダータイガー3は復活する。続編出てほしいって記憶か？多分デボルバーとかが権利を買って続編を作るはずだ。これはもしかして実際にあるゲームメーカーなのか？期待したっていいだろ。そんで ETT3 にはトラビスタッチダウンも登場する。お助けキャラでな。おやすみトリプルスター。あんたは本物の英雄だ。ああ、これが いわゆるホーム画面みたいな感じなのかな。トレーラーハウスではデストライブマーク2で新たなゲームを始めたり、 T シャツの購入と着替え、ゲームをクリアするごとに手に入れられるアーカイブなどを閲覧することができますと。バスルームメニューの T シャツに新たな T シャツが追加されました。ラーメンブログに新たな記事が追加されました。それ楽しみだな。単純に K からファックスが届きました。ほう。トラビスストライクスバックに新たなシナリオが追加されました。はいはい。うん、セーブしよう。トイレだわ。ここもあるわ。でも今思い出したけど、そうだね、懐かしいよね。あの時もトイレットペーパーで隠れてたもんね。ああ、バスルーム扱いになるんだね。で、パソコン？あ、いろいろあんな。ファックスが届いたっつってたな。うん。K からのファックス。トラビスタッチダウン、今一度ゲームを始める前によく考えてほしい。自分の命とゲーム、どちらが大切かを。このゲーム機 DD マーク2はプレイヤーの死を招くマシンだ。それはプレイした君が一番わかっているだろう。デスドライブの世界へダイブすることで得られる圧倒的な没頭。それは同時に長時間滞在することで君の脳へ深刻なダメージを残すこととなる。今、一瞬とはいえ圧倒的に不快なノイズとメッセージに君の脳は確実に恐怖と怒りを覚えたはずだ。
賢明な君ならそれに気づいてくれただろう。人間の脳は繊細かつ緻密にできている。このゲームから発する信号は君の脳組織をいとも簡単に破壊し、神経組織を焼き切ることも可能だ。ここで引き返してくれることを祈る。ゴッドブレスアメリカ K。誰だろうね。師匠かな。アーカイブス。伝説のゲーム雑誌デスドライブマガジンの記事を読むことができます。おー、あ、いいね。読もうか。マジで新聞記事みたいな感じだったわ。これ。まあいいか。カルロス・セタガヤの UGM アンノウンゲームマシン。勝手に大予想。超ド級スクープ。これがデスドライブマーク2だ。発売まで3ヶ月を切ったのに、まだどういうゲーム機なのかが発表のないデスドライブマーク2。そこでカルロス・セタガヤがハズレ社をはじめ、業界の情報屋たちに取材しまくって予想した本体予想を大公開。はいはいはい。どっかで見たな。なんかあれだね。今仕事で使ってるテプラみたいな感じ。ああ、でもな、ラジカセみたいな感じだな。ダブルマウス。ああ、でも、手が二つついてるっていう意味では間違いない。なんでアロマポットがあるんだ。わかんねえな。なんかあれだよね。初代ファミコンにも似てるよね。あのマウスを、あの脇に収納するような感じとか。ちょっと読んでると時間があれなんで、まあちょっと適当に流してください。これは。一時停止で見ることを推奨しようかな。はい、次。エレクトリックサンダータイガー。あー、なんかいいな。普通にゲーム雑誌としてこれは読みたいよね。はぁはぁ。カルロス・セタガヤっていうのが、ゲーム雑誌のライターみたいな感じ。エレクトロトリプルスターね。いいな、こういうのであれだね。自分が入っていったゲームの、あれだよね。設定が見れるっていう。こういうの見るの大好きなんですよね。私も一応ゲーマーの端くれだから。バグっていうのはあれなのか。次回は Life is Destroy を紹介するぞ。あれかな。もうこれから手に入るゲームが分かっちゃってるのかな。で、デスドライブマーク2で本、ゲーム本編って言ったらあれなんだけど。バイク。まあ、いろいろあるんだな。あ、バットマン寝てるわ。焚き火は？あれ？そういえば、ジェーンがいねえ。ジェーンどこ行ったんだ？あ、いるわ。パソコンの椅子に座ってんじゃねえか。座ってるっていうか寝てるっていうか。PC では T シャツの購入やラーメンブログの閲覧ができます。あ、ラーメンブログ見て。その前に T シャツ見ようかな。わー、なんか、すげえレトロな、レトロなあれだな。あ、これお金で買えるんだね。8000LB。ああ。1アステカ、なんとか。アステカストーンね。あアンダーテールじゃねえか。マジか。いろいろあるんだな。あれないかな？キラーセブンとか。あ、トラビスストライクスアゲインか。ロゴ。なんかいいな。いいな、これ。まあ、とりあえずアンダーテールは確保しておくか。あ、ペーパーズプリーズ。え、同じあれ。
同じ会社じゃないよな、わかんないけど。すげえ、地味にいろいろある。パロディっていうか、まあロゴそのものなんだよな。あ、ホローナイトとか。同じ会社わかんないけど。どうしよう。とりあえず知ってるやつ買い漁ってもいいけど、あと1枚しか買えねえんだよな。あー、スーパーホット。懐かしいな。いろいろあるな。まあ、とりあえずこのぐらいにしておくか。ラーメンブログ見たいしね。今回これで終わろうかな。あー、ラーメン結構種類ありますね。いいな。なんかあれだね。トラビスのラーメン放浪記って書いてあるけど。なんだ？マイナス5万点って書いてるけど、なんだ？まあいいや、とりあえず読もうか。ゲームを始めて30分くらいか、ちょっと小腹が空いたなという何とも言えない絶妙なタイミング。出会うべき店は出会うべきタイミングを知っている。村の大通りを抜けた先にその屋台は待っていた。私がそう思うということは通りかかるみんなも同じということか。案の定店の前は長蛇の列。いつもなら行列を見た瞬間に別の店を探すところだが、今日の気分は違った。行列が邪魔ならなくしてしまえばいい。並んでいるバグを皆殺しにしてサクッと入店。あれラーメン屋の行列だったの。さあ来い来い。出た。清めてシンプルな東京醤油。透き通ったスープをすり、香り立つ醤油にまずは一安心。麺は平打ちの縮れ麺。うん、江戸っぽい、昭和っぽい。完全に下がタイムスリップトリップダンシング。ナルト、煮卵、半熟ではなく片茹で。LOL 。厚切りのチャーシュー、たっぷりと入ったネギ、迷わず餃子も頼む。ここは、やはり大ぶり。ここはビールでしょう。ってない？餃子があってビールがない？仕方ない。餃子おかわり。納得の王道だが、ビール不在でマイナス5万点。ごちそうさまでした。ラーメンの味に点数をつけろ。トラビス、すげえブログを書くな。面白いけど。博多豚骨、マイナス、1000万点？ようやくたどり着いたエレクトロニックスピードシティ。ギラギラのネオン街は普段は攻撃的なバグたちもちょっと陽気でフレンドリーに見えるのは気のせいか。もうすぐボスのエレクトロトリプルスターのところに到着か。腹が減っては戦はできぬとはよく言うが、あってもせいぜいスナックくらいか。なんてふと思っていたら、食欲をそそる香りが鼻をつく。やっぱりやった、ラーメン屋台。しかも一日の締めにはたまらない博多豚骨。屋台居並ぶのは疲れたバグリーマンたち。迷わずのれんをくぐる。威勢のいい掛け声とともに、効能優れた温泉のような癖のある香りと乳白色の豚骨スープ。できればここに使って一日の疲れを取りたい。張りのある細麺を伸びる前に一気にいただく。パッと見上げるとやはりこれは欠かせないでしょう。張り紙に替え玉無料。かっこしかも2杯。2杯替え玉無料ってすごいな。100万点満点満点星。迷わずバリカタで替え玉。博多が口の中で広がる。そしてビールがない。どうなってるんだ。気を取り直して今度はたっぷりと紅生姜を入れる。スープが徐々にピンク色に染まっていく様子も豚骨の楽しみ。さらに替え玉。足りない。もう一杯。もう一人どんたくでしょう。今度は高菜もたっぷり入れ、スープも完食。いいラーメンだが、再びビール不在でマイナス1000万点。ごちそうさまでした。ラーメンと一緒にビール飲みたいのか。そうか。その気持ちは、僕はまだわかんないな。まあでも、これはこれで面白いな。じゃあ、どうすっかな。次回は、これこのままデスドライブでゲーム選べんのかな。なるほどね。まだエレクトロニックサンダータイガーしかできないんだね。で、まあ若干なんかの説明書みたいなので見たっちゃ見たんすけど、これバイクに乗って実際このデスボールを探しに行く、それで新しいゲームができるらしいっていう話なんで、まあ次回はこっちからやっていこうかなと思います。ではこれから楽しみですね。トラビスストライクスアゲインノーモアヒーローズ。タイトルが長い。
まあ次回まったり待っててください。ご視聴ありがとうございました。失礼します。